皆さんもおはようございます。こんにちは。こんばんは。今回は特別に猫カメラをついててですね、こちらにですね、可愛い猫ちゃんがいらっしゃるっていうことなので、まあちょっとお試しに、つけておこうと思ったんですけれども、本月の下克上の20話っていうことなので、楽しもうぜ !Let's go! ここに手が見える。だが、星祭りの反省室に入れられ熱を出してしまう。それがあったんですよね。え、ルツは送られた？え、そんなことあったのか？また新たな問題が起ころうとしていた。それは知らんかったね、チャイ。びっくりしますね。気になるよね、チャイちゃん。若干なんか顔が見えないんですよね。これね、猫カメラって重要なものなのかっていうと、全然そうじゃないんだけど、やっぱ顔が見えないとね。どう？可愛くない？チャイが見てるぞ。いつもね、だいたいチャイが見てるんだよ。で、超可愛くて、皆さんにも共有したかったんですよ。おーい。ぐっすりぐっすり。やっぱ、見せるなら顔は見せるべきだけど。ほらほら、こんな邪魔もんだよ。キーボードここじゃぜ。ああ、もう、かわいいね。はい。もう、キュンキュンってするんだけど。こっちは、ちょっとだけ下り。これはちょっと上。OK! Let's go! どうなしたんや？あ、ルツがね。てか、この赤い髪の毛はルツの仲間か。仲間っていうか、兄弟。ルツが親父と喧嘩になってさ、ルツのやつ、もう出てってやるって。かわいそうに。ベンノさんのところに行ってんちゃうか？いや、もうみんなそうなんだよ。彼の家族はみんな承認嫌いみたいな。環境が違うんだもんね。こんなところで働いてたのか。せやで。あ、ルッツ働いてる。あ、今はあかんやろ。これはあかんよ。これは大変困ったことになりましたね。いやー、わかるだろう。どういう迷惑してんのか。店にいたんや。だけど、喧嘩っていうか、ラルフが勝手にめっちゃ仕事の邪魔しやがった。気持ちは分からなくもないけど。わお、家族やばいぞ。超やべえことになってんじゃん。ルッツに会えないのがず
はようございます。マイ。いや、困ったことになりましたね。本当に業務の迷惑になったね。家族の気持ちはわかるけど。その話は奥でお願いしますね。ここ数日、店のものも気が立っているのです。そうだよね。ルッツを連れてよその町へ行く予定だったんだが、親の許可が取れなくてな。ルッツがずっと望んでた仕事ですよね。ルッツは商人になることを反対されて、家族とうまくいってなかったから。まあそうだよね、間違いないよ。旦那様、お呼びですか？ルッツ、すごいブルーだね。わおわおわお、ここか。屋根裏部屋？どうして？それ以外行くとこないんだ。しょうがない。おお。それじゃ住み込み見習いと同じじゃない。住み込みになりましたね。なんとかならないんですか？俺としてはルッツとの養子縁組を考えている。そこまで考えてるの？それめっちゃいいことじゃんな。一応ルッツにとっては、てかベンノさん。そんな大きなこと決めちゃうんや。でも家族全然彼のことを分かって。みんなに迷惑かけてるって言うのか。どんな迷惑かけてんのかさっぱり分かんないけど。心配かけてることは理解できる。別に迷惑はないんじゃない？いいぞ、マインちゃん。マイ、悪かった。俺が寄りかかったらマインの方が潰れそうだ。まあ肉体的にね。ルッツのために何ができるんだろう。しかしや、どうしたらいいのか、チャイちゃん。めっちゃ大変だ。こっちに止めるか？それは大変やな。はい、それもできない。あ、はい。何でしょう、新館長。仕事が全く進んでいないようだ。ああ。考え中だったんだもんね。計算し方を教えてるの？まあ計算式に見えるよね、簡単な。マイ、隠し部屋に来なさい。え、新館長、お仕事はよろしいのですか？計算機の整備が先だ。計算機？お前のことや。計算機って私のことか。パー、かわいい。一体何を考えている？申し訳ありません、新館長には関係ないことです。気持ちを切り替えて頑張ります。質問が滞る以上。全然ダメじゃん、できない。どんな下や、ほっぺた。子供がうじうじとしていた。ぷいぷい。うわー、いろいろされるよ。心配してるな。違うんかい。計算機のこと心配してるってわけ？ルッツとベンノさんのことでどうすればいいのかわからなくて。どちらも君にとって重要人物だな。話してみなさい。はい。なるほど。君の望みはルッツの生活環境を改善すること。そういうことです。家族と和解できれば一番いいな。だけど難しいねんな。間違いないんだけど、家族は厳しい。方法はあると。どんな方法ですか？ルッツを親から見捨てられ、孤
おお、それはキビキビ団子だよ、それ。あ、それでできるんだ。いやー、でもその前は家族の分け合いできないか。うん、それは先にやるべきだ。君の話だけでは判断できない。ルッツの両親の話も聞く必要がある。それは大事だと思う。相手を召喚すればよいであろう。それめっちゃ困る。私の前で全てを明らかにし、必要と判断すれば養子縁組。まあ貴族が呼んだら来ないといけないよね。なんだか大事になってきてない。大事やな。これはこれはねえ、ちゃいちゃん。ベンノさんもすげえ服できちゃう。話し合いの時にこれを握っておくように。握る？盗聴防止用の魔術具だ。おお、これを握ると。超いいじゃん。声は同じ魔術具を持つ私にしか聞こえなくなる。え、どういうこと？すげえな。携帯みたいなもんや。そういうことですね。あ、でもせっかくの話し合いですから、私ルッツのために何かしたいです。私がはっきりさせたいのはここに集う者たちの意思だ。うん、君が口を挟むと混乱する。まあね、合っているでしょう。話し合いには参加できないけど、私心の中でルッツを応援するからね。ウィウィ。それではこれよりルッツから訴えの出ている件について話をしたい。はいはいはい。思うところを述べなさい。どんなに頑張っても俺は認められないんだ。いつだって勝手にしろって突き放されて、俺の希望は黙ったれるな。おお、パパ。おじさん、ルッツの話を聞いてあげて。だから聞こえないんだ。うるさいな。落ち着きなさい。それと魔術具で話すときは口元を隠すように。もうおもろい。暴れるなとはどういう意味だ。下町の常識には疎いからな。私に分かるように説明しなさい。説明すると、その仕事で言い方になれるのかい。だからってどうして仕事でよその町へ行くのを許してくれねえんだよ。どうして許さないのか理由を述べなさい。理由はないでしょう、この二人には。とりあえず嫌っていう非合理的な。危険すぎる。そうだよ、町の外なんて獣もいるし。おいおいおい、そんなバナナ。ベンノさんいるぜ。私たちは馬車で行きますし、それも半日ほどの距離のところです。馬車ならばさほど心配ないのではないか。必要ない。だから仕事だって言ってんだろ。落ち着きなさいルッツ。必要ないとはどういうことだ。私たちは新しい工房を作るためにルッツを連れて行きたいのですが。おお、なんでそんなことまでしないといけないのさ。ルッツのためだよ。今後の店のこととルッツの能力を考えて、ルッツを跡取りとして教育したいと考えています。どうだ。養子縁組を望んでいるのです。あんた何言ってるんだい。大声を出したな。大ごと。話にならんな。お前話もしてない。ぜひお伺いしたいです。養子縁組は店だけでなく
ルッツにとっても利のある契約のはずですから。パパはどんだけ、あんた子供がおらんだろ。商人嫌いなのか分からへんよな。後継ぎとしてルッツを考えているのですが。違うと言いますと。言葉がねえな。あんた商売人としては確かに立派だろうよ。だが親にはなれん。なぜ？どういう意味か説明しなさい。親ってのはここだろうが、利益がどうとかじゃない。なるほど。確かに私が優先するのは店の利益だ。ですがルッツは商人になることを望んでいます。ハートが足りないとか言ってるよね。商人見習いになることを認めてくれたっていいだろ。だから勝手にしろと言ったはずだ。勝手にって、そんなこと言ったっけ。あんたまだわからないのかい。父さんは父さんなりに認めてたってことだよ。そんなの言われなきゃわかるかよ、バカ野郎。認めたことになってたのかい。振り切って、男が一度選んだ仕事なら住み込み見習いだろうがなんだろうが根性でやりきればいい。じゃあ家族の他のみんな、なんぞ許すわけないだろう。そうだよ、お腹を痛めて産んで今日まで育ててきた可愛い息子だよ。誰にもやるわけないだろう。いやもうそうかもしれないんだけど、じゃあなんで認めたとか言ってんのに、そんなにめっちゃ来るのよ。ごめんね、起こしちゃってね、ちゃえちゃん。謝る？それではわからない。誰に何を謝れ。説明か。必要だよ。お前が暴走したせいでみんなを振り回したんだ。謝れ。どういうこと？すみませんでした。声が小さい。すみませんでした。私が新館長に相談したからなのに。まあいいけど。こう言っている以上、養子縁組を認めることはできないが、ベン、どうする？私は真剣にルッツを買っています。養子縁組ではなく、将来店を担うダプラとしての契約ならば。ダプラの契約？なんだろう、ダプラ。ずいぶん気が早いな。ルッツは努力家ですし、忍耐力もある。手元に置いて、なるべく早くから教育したいのです。すごい高くルツ君を買ってるよね。力になってやりたくても、俺では商売人の後ろ盾にはなれ。なんだ、いい感じに回ったじゃないか話。これだから商人は。こいつは末の息子で少し甘やかされて育っていますが、少年は悪くありません。どうかよろしくお頼みします。おっと、パパ回ってきた。いやー、なかなか口はベタだったんだけど、パパはいろいろ心の中では考えてたんだね。よかったね、ルッツ。俺絶対にすごい商人になってみせる。当たり前だろうが。いやー、なんかいろいろね、困ったもんやけど。本日は誠にありがとうございました。俺帰るぞ、バカ息子。うわうわうわ。よかったよ。ぐそくとか言っとる。なんだい？俺も言葉が足りなかったようだ。助かった。ああ。このね、新館長ってマジでどっちの方が目上なのかいみたいな仕草、喋り方、いろいろ気にして接している。兄貴、
が神殿にいたんだろうね。今日見たことは黙っていてほしい。知らない方がいいこともある。心配するな。お貴族様の事情に首を突っ込まん。OK。覚悟して関わってる。分かったか。片方の言い分だけでは見方が歪む。ね、めっちゃ良かったよ。いい勉強になったよ。本当に。ありがとう。あの家族が壊れなくてよかったな。すごい良かったと思う。いやー、新館長ってね、知恵っていうものありますね。本当に。これは知恵です。頭がいいとか、問題よりは大きい。泣かせてんじゃない。嬉しい涙。ちょっと不器用のところもあるんだけど、あ、彼の本名の名前なんだね。フェルディナンドですね。終わっちゃった、ティーちゃん、どうだ。あ、どう見るのか。いやー、今日ね、ティーちゃんも参加しているっていうことで、ちょっと邪魔になったかもしれないと思うんですけど、可愛いかな。ちょっとね、もう俺はずっとね、この猫ちゃんを見て、動画を見てるから、もうなんかこの幸せな顔になってるんですよ。だから、まあ、みんなにもちょっとね、その幸せを共有したくて見せたんですよ。いやー、キャワイイやつや。まあいつも言っても、毎回毎回っていうわけじゃないんだけどね、もちろん。ずっとここにいるわけではないんだけど、だいたい毎晩、まあ1時間ぐらいここにいるんじゃないかな。デスクはある程度広いんで、ねえ、かわいこちゃん。ではでは皆さん、次は新しい即時絵。もちろんだ。貴族の間ではよく使われる。使うやろな。かわいい。当たり前でしょ。そうだろうな。新館長、いやー、かわいいアニメやわ。これ好きです。皆さん、面白かったらいいねボタン忘れなく。ピーターのチャンネルにはいいねボタンが必要です。本当に面白い、楽しいと思っていたら、そのボタンを愛情を持って押していただければと思います。チャンネルためになりますゆえ、ちことなんで。Until next time, bye bye! おおきに。